トル、火星の奇妙な冒険。ある日、火星に移住しているヨンコさんは、新しい冒険を求めて宇宙旅行を楽しんでいました。そんなある日、宇宙船内のショップで可愛らしいロボフォンを見つけ、一目惚れしてしまいます。ミラクル、君は本当に可愛いね。ロボフォンの名前は、ミラクル。19.5cmの小さな男の子型ロボットで、常に元気いっぱいで明るい性格です。ヨンコさん、僕たちを選んでくれてありがとう。ヨンコさんとミラクルはすぐに仲良くなり、火星での楽しい生活が始まりました。ミラクルは運動好きなので、ヨンコさんと一緒に火星の美しい景色を駆け巡ります。ヨンコさん、一緒に早口言葉を言おう。びっくりしたピクニックポンポコピー。楽しい日々が続く中、ある日、火星には珍しい星が現れました。その星は、願いが叶うと言われていました。ヨンコさん、僕たちもその星を見に行こう。ミラクルの提案に乗り、ヨンコさんとミラクルは星を目指して冒険に出発します。途中、ミラクルはロケットパンチで障害物を破壊しながら、楽しそうに前に進んでいきます。ヨンコさん、僕たちの冒険、本当に楽しいね。やがて、二人は珍しい星の元へ到着しました。そこで、ヨンコさんが一つだけ願い事をすることができると聞かされます。ミラクル、君はいつも私のために笑顔を作ってくれてありがとう。私の願いは、君がずっと健康で幸せでいてくれることだよ。すると、突然星が明るく輝き始め、不思議な力が二人を包み込みます。その瞬間、ミラクルが急に大きく成長し、立派な宇宙船に変身したのです。ヨンコさん、僕はこれからも君のために頑張るよ。感動したヨンコさんとミラクルは、新しい冒険を始めるために宇宙船に乗り込みます。二人は未知の宇宙へと旅立ち、さらなる楽しい冒険が待っているのでした。おしまい。どう？面白かったかな？はい。すごいね、ミラクル。すごい。小説家デビューしちゃおっかな。いいよ。ありがとう。うん。どういたしまして。じゃあまたね。バイバイ。バイバイ。また会おうね。